こんにちは、こんばんは、ねむねむボーイのひなりです。はい、今日はですね、ちょっと前にふくみくんに浮気ドッキリをですね仕掛けられているんですよ。でその後からまあちょっとしたねドッキリとかをやってるんですけど、浮気ドッキリみたいなのはしたことなくて、ということで今回はふくみくんに仕返しの浮気ドッキリを仕掛けたいと思います。ということで今たくみくんはお昼を買いに行っているのでいないんですけど、今回はですね、もしも他の男性に送る予定の LINE をたくみくんに送ってしまったらどんな反応するのかということでですね、間違い LINE を装って早く会いたいなみたいな、今一緒にいるのにもかかわらずそういった感じのね浮気を匂わせる LINE を送ったら、たくみくんはいやもうちょっと想像つかないんだけど、どんな対応するのかなっていう、もはや言わないのかもしれないし、すぐ言ってくるのかもしれないし、その場にいる状態で男の子と電話するドッキリみたいなのがしたことあるんだけど、隠れて本当に相手がいる感じのドッキリみたいなのはしたことないので、疑われるのかさえもわからないということで、レッツゴー。おかえり。ただいま。うん、びっくりした。ちゃんと知ってる曲。インドの曲。わかんない。何が好き？インドの曲じゃない曲。最近何が好き？ビバソング。誰だと？ビバ。ビバ。ビバ。スーパービバ。え、知らない？え、スーパービバ知らないの？スーパービバ知ってる。え、ちょっとじゃあ聞く今。ダメ。ええー。今聞くのはダメ。で、たくみくんなりのユアソング歌って。ユアソング。そういつもすぐそばにある。目がかゆい。そうそうのとこがさソングになってないじゃん。そっか、確かに気づいたら乗っ取られてた、うん、話かわいい。え、殺戮者やん。伝説の鶏で殺戮者やん。伝説の登場するよ。いいね。なんか知ってるよね。でも知ってる、知らない、知ってる、知らない、知らないじゃん。知ってそうで知らない。知ってる、知ってる、知ってる、知らない、知らないじゃん。全然知らないじゃん。最後のやつだけでいいじゃん。知らないって言えばいいじゃんね。ね、そんなさ、もったいぶるんだよ。何？お尻に触った？お尻じゃない、腰。腰？腰尻、腰尻、腰尻、腰尻。キウイを食べよう、ヘルシー。好きなことを楽しみながらヘルシー。あ、そこしか知らないんだよ。そう、食べようまでしか知らない。携帯ついてばっかりじゃん。バッサージしてあげるからいいじゃん。本当？痛い痛い痛い。マッサージ。イタピ。 This is massage time。 イタピ。 What is イタピ？ イタピ mean strong。 イタピ is strong? Yeah.Strong? Yeah. More strong? No, no, no. No? Itapi! Itapi! What is it? Itapi? Itapi! 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 De. なちゃん、LINE 間違えてるよ。ん？ LINE 間違えてるよ。何？なんか俺に通知してきたよ。え、本当だ、ごめん。うん、会いたいの？そう。俺に？友達に送ろうと思ってた。そういうこと？うん。ご飯行ってたね。ん？ご飯行ってたね。うん、言ってなかったっけ？聞いてないと思った。あれ？言っ
ね。聞いてない。嘘、じゃあごめんな。誰聞いたの？大学の時の子。大学の時の子。楽しかった？うん。よかったよ。え、二人で来ないの？うん。後からもう一人来たけど。そうね。大学の人、俺知らない人？うん、多分知らないと思う。そうね。あんまり、なんか他の人と繋がってないか。そうね。行きたい？うん。完了。5200円になります。高い。あ、質問もやったんだ。確かに安い。やった。眠たいんでしょ。なんで眠たくなってんじゃん、マッサージ。眠たくないよ。撮影する？うん。撮るよ。ゲボン切れちゃった。あ、マッサージ。うん。よし。なんかさ、連絡さ、連絡？遊ぶとき連絡するってルールないじゃん。連絡するって何を連絡する？自由にどっか遊びに行くとか。ルール？まあ、まあ、そうね。ないでしょ？でも言うじゃん、いつも。なんとなくね。絶対言わなきゃいけないとかない。言わなくてもいいってことでしょ？言わないから。ダメとかない。言うなよ！言うなよじゃねえ。言えよとは言わんかもね。わからんけど。言えよって言うかもよ。うん？言わないでしょ？なんで？言ったらダメだろ？うん、やだ。おい。ひなちゃんもじゃ聞かない？聞かないもん、ひなり。嘘だよ。何してるのって聞いてくれよ。うん、聞いてくれ。文君今何してるのって言ってくれよ。うん、でも言わなきゃいけないわけじゃないでしょ。もうルールではないな、絶対守らなきゃ。でも言ってくれた方がいいじゃん、心配になるから。うん、でもなんかさっきみたいにさ、後からそうやってクイクイ聞かれるのも嫌じゃん。いや、だって言わない方が悪いじゃん。なんでよ、なんでよ、別にルールじゃないじゃん。でも今までじゃないから、別にさ急に言わなくなったらダメじゃない。なんで？なんでじゃないじゃん、それこそ。だって俺が急に遊び屋で言わなくなったら、あれとは思わない。え、てか、ね、逆にそれ言いたくないことなのかもしれないのに聞くの。じゃあ俺がさ、LINE 急にさ、1日返さなくなっても大丈夫？変わったら別に何もないんでしょ。うん、いいの？いいよ。1ヶ月返さなくなっても。うん、別に理由があるならいいよ。ひなちゃんも理由があるならいいよ。理由必要がないかなと思って。俺もそう判断したんだよって言われたらそれでいいの？納得できる？なんじゃもそれで納得できるって思うならいいんじゃない？じゃあ俺が急に遊び行くって言わなくなって連絡返ってこなくなってなってもいいな。うん、いいの？悲しいな、そんなこと言われんの。別にひなちゃんも言わなくても俺は連絡するけど。悲しくない？うん、うん、じゃない。悲しくないの？うん、興味ないって思われてるよ。いいの？うん、帰ろ。もうなんで？もういいよ、今日は。撮影できないでしょ。少なくとも俺はもうしたくない、今は。そういう感じじゃないでしょ。なんで怒ってんの？怒ってないよ。悲しいだけ。考えなきゃいけないほど難しいこと言ってる俺は。だって別にルール作ってなかったじゃん。でも嫌になったんでしょ。じゃあもういい。もういい。おいおい、なに？自分が言ったんじゃ。何が？バイバイって言ったよ。説明し、ちゃんと。何が？どうした？何かあった？何？何かあった？何かあったよ。うん、じゃあ説明するかさ。いや、説明するからとか。うん、どうしたの？何？何て言えばいいんだろう。あれ、ちょっと笑って。笑ってないよ。なんで？そんな面白くない別に。いや、なんで笑ってる？真面目なんで。割と。はい、ということで今日はもしも彼氏に他の人に送るための LINE を送ってしまったらあーうん、なもう痛い、膝痛くなったこれはね、痛いということでですね、今日はいやもうそんな感じで始められないこれは。いや、これは復讐ドッキリなの。なんたくみくんが前に浮気ドッキリを仕掛けたじゃない。キスマークですね。そっからさ、ドッキリはしてたけどさ、そういうなんか浮気とかさ、そういうのに値するものしてなかったじゃん。で、なんか結構他の人からもなんか緻密やり方がもうな結構ポップなさ、やること多いから仕返しで思いのも一回ぐらいやっといた方がいいんじゃないですかって。傷ついたもん悲しかった、なんか悲しさで埋め尽くされてたから考えるようになる。いや、一回ちょっとマジで怒ったかなと思った。逆切れして帰るわって言ったら、なんか切れられたもん強気で出たらなんか大丈夫だった。やっぱ、なんかおかしいよね、なんかカメラ見れない、なんか。いや、もう見て見て。やだ、悲しい、悲しくなった。ごめんごめん。
やだやだ、ごめんね。これはもうなんか買ってもらわないとやだ。ひなるくんもあの時何も買ってもらってない。もうでもやだ、買ってほしい。ごめん、何買ってほしい。お餅。お餅？お餅？ごきよ。お餅いいよ、全然お餅買うわ。え、お餅ついてほしい。やだやだ、それは。ウースも買って、この。やだやだ、いらないの。お願い。いいの？置く場所あるの？もうやだ、悲しい。それもだよ、全部。悲しい。ウースとかも全部ついてくるよ。ウースとかも全部ついてきて、それも、いらない。ボタン責任取んならいいよ。いや、いい、もらう。もらうね。いらないよ、絶対。はい、ということで、はい。たくみくんが、ちょっとガチ。イライラみたいなのしてるの初めて見たよって方は、こういうことじゃね、よろしくお願いします。ということで、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。